ドッグトレーナーを目指す人に最短最速2年間3団体公認の訓練資格取得ができる日本で唯一の学校、それは日本訓練士養成学校。教えてシェパード先生、ドッグトレーナーや警察犬訓練士になるにはどこで学べばよいか悩んでるんです。どうせ目指すならトップレベルのドッグトレーナーになったらどうだわ。ドッグトレーナーになるのにトップレベルとかあるんですか？そうだわ、知らないと思うが資格にも位があるんだわ。取れる資格の違いを順番に1ハンドラー資格、2準司法、3司法、4訓練練士。トップレベルのドッグトレーナーになるには訓練練士の資格を取得するのがおすすめだわ。けれど将来犬の仕事をしたいならトップレベルのドッグトレーナーになる訓練練習の資格を取得するのがベストだわ。そうなんだ。そしたら訓練練習の資格を取得できる学校あるんですか？もちろんあるんだわ。圧倒的な実績を誇る学校が日本訓練士養成学校だわ。生徒一人に対して訓練されてないシェパード犬2頭を与えられ一緒に成長していくだわ。生徒一人にシェパード犬2頭も与えられるんですか？犬が大好きだけど飼ったことがなくても大丈夫なのか心配です。そんなのは問題ないわ。学校に入学して初めて犬と関わる生徒さんたちは多いがシェパード犬と過ごす時間が長いからすぐに慣れるんだわ。それに最初から2頭ではなく慣れてきたら2頭目を貸し出してもらえるんだわ。先生たちも手厚くサポートしてくれるから安心するんだわ。それなら安心ですね。さらに犬と一緒に成長できるカリキュラムが組まれているんだわ。しかも犬2頭も性格が違う犬を与えられ、例えば1頭目はおとなしいシェパード、2頭目はやんちゃなシェパードと性格が違うので経験を積むのにもってこいだわ。それ以外にも生徒1人に対して訓練されてないシェパード犬2頭を与えられるので、さまざまな個性豊かな性格のシェパードを間近目で見れるので経験値が圧倒的に上がるんだわ。すごい。他の学校だと訓練された犬1頭を20人とかで面倒見たりするとかも聞いていたので全然違うんですね。そうなんだわ。知らないで選択を間違えるとトップレベルのドッグトレーナーになりたいと思っても貴重な時間とお金を失うんだわ。他の学校を卒業後に日本全国から日本訓練士養成学校に入学する生徒も毎年いるんだわ。日本全国から来るんですか？そうなんだわ。本気で一流のドッグトレーナー犬訓練士を目指すなら最短最速2年間でトップクラスの資格が3つ取れる学校が日本で唯一可能なのが日本訓練士養成学校だけなんだわ。2年間でトップクラスの資格が3つ取れる学校なんですね。本当にすごい。すごいすごい。2年間で犬との関わりを持つ時間は本当に濃密だわ。ママ犬さんが妊娠してから出産まで、そして子犬ちゃんたちを育児する子犬実習もあるんだわ。ワンワン。犬と人間の違い、犬の思考回路、犬の習性と本能を直感的に肌で感じて腹落ちするような体験となるんだわ。この体験はあなたの大事な知識のストックになり一流のドッグトレーナープロ訓練士になるために必要なんだわ。日本訓練士養成学校の長年使ったノウハウを包み隠さず継承していきトップレベルのドッグトレーナーとして土台作りを経て卒業していけるんだわ。日本訓練士養成学校に入学してよかったと卒業生の声を聞いてみるんだわ。この場合は教えてもらう環境っていうのはすごい整っているので、しかも2年間で資格を取れるっていう点で考えると他に選択肢がないくらいここを選ぶのは正解かなという感じなんですけど、この学校に来るとリアルな犬の訓練士っていうのを経験することができて、他の学校と違って、まあ、1人につきシェパード2頭もらえるだったりとか、結構環境面でこれからもし訓練士と働きたいんだったらすごい有利な場所であるなというふうに感じました。ここでもらえる資格っていうのが JKC さんだったり PD さんだったりの結構公認資格っていうのをもらえるっていうのは2年じゃ無理なことなので、そこは本当重視してもらいたいなっていうところですね。シェパードと活動が結構大事で、力を持っていられるので他の専門学校とかも
10人とかでどうとか教材券っていうものを用意されて、多分この半分の100名とか入っている犬だと思うんですけど、ここの犬は自分じゃ抑えきれないようなすごい暴れる犬だったり、逆に全然犬としても全然ボールに興味もない、餌に興味もない、自分のことも好きになってくれないとか、そういう犬たくさんいるので、その犬に合わせていろいろ自分も工夫して勉強できる。すごい、本当に2年間でこんだけやったのかなっていうぐらい密度の濃い内容で、犬の訓練だけじゃないんですよ。人と人との関わりだったり、その先輩に対しての心遣いであったり、犬の訓練の競技会とかっていうのも手伝うことによって、裏方の仕事とかもやっていたので、大会っていうのはこういう風にできてくるんだよってことも学べたり、犬に関するありとあらゆることを2年間で学べたっていうことはあります。もともと犬は好きだったんですけど、まあ、本当に好きなんだなっていうのを改めて感じさせられた気はします。人間的にも周りの人たちを関わる上で自分のやりであったり、犬に対してもですね、いかにその試行錯誤をして工夫してやっていく過程の中で、すごい臨機応変な考えというか柔軟な思考能力がついたのかな。自身は強くなったと思います。まあ、精神面でも体力面でも、まあ、今まで体力的な面で言うとやっぱり文化系の部活だったりとか選んできたので、まあ、そうそう運動することも真面目にないっていうような環境でここに来ると、ハードかもしれないんですけど、体力面はすごい体力がつきます。であとは言葉がわからない犬と接するっていうことで、まあ、自分にも伝えたいことがうまく伝わらないことってあるじゃないですか。それが犬を通してやると、もう一日に一日って毎日毎日の努力なので、ほんと 0.5 歩ずつでも前進っていうような環境の中なので、精神的に忍耐力はすごく強いと思います。やっぱり2年間って短いなって感じました。やっぱり学べることってもたくさんあると思うので、2年じゃ物足りない気がします。いろいろ自分の考えを持てるようになったと思うんです。だから今まで普通に高校生活とかも特に自分の意見とか持たずに周りに合わせて生活していたんですけど、担当犬とかがすると、やっぱりみんな犬も一頭一頭違って、人も一人一人違うので、犬に合わせた訓練を考えて、人に聞いたからそれが全てじゃないんで、やっぱ自分でいろいろ考えたり、自分の意見がないと自分を一年になれないなって。1投目と2投目の違い。1投目がですね、最初からやる気のある犬だったので、それをいかに抑えるかっていうのが逆に課題だったんですね。おだてながら訓練するんですけど、それだけだということ聞かなくなってしまうので、どう抑えるかっていうのが結構1投目だったんですね。で、2投目っていうのが真逆で、もう静かな犬だったので、いかにやる気を引き出すかっていう、こっちもバカみたいに楽しくなって楽しい気持ちで接していくっていう逆の性格だったので、その2頭からはそれぞれも違うことをすごい学びました。最初の時はやっぱりどうやってまず紐を引いていいかさえわからないっていう状況の中だったので、まあ、なんとなく散歩してみてますみたいな感じだったのが、やっぱり2頭目になると、まあ、ちょっと紐の使い方もわかるので、指示の出し方とか怒り方とか埋め方とかそういうのも全部分かってきたので、まあ、1頭目より2頭目の方がやりやすいなって思いました。犬によって性格が違うので、まあ、1投目と2投目性格が一緒だと想像にないので、そこの分ではやり方っていうのもまた違ったりとかして、そこは楽しい面でもあります。1投目の犬は結構欲がなくて、自分にもボールにも全然反応しないような犬だったので、とりあえずなんかすごい褒めて褒めて褒めることを褒めてで受け取ったんですけど、2投目の犬はもう育てた犬だったので、自分になってすごく不安だったんですけど、1頭目とは違ってすごい欲があって、
ある犬なので、時には結構厳しめに叱ったりして、コミュニケーションを取っています。卒業後の進路。やはりここで2年間やったことはすごい大きなことなんですけど、まだスタートに過ぎないのかなっていう思いがあって、またちょっと違う訓練所に勉強させてもらいに行こうかなっていうのを考えてます。もう訓練士としていけるようになりたいなっていうふうに思って、やっぱりここに来たからには犬触るのを仕事したいなと思って、やっぱり犬の仕事って言っても色々あると思うんですけど、ここに入っていろんな仕事を知ることもできたんで、まだ全然聞いてはないんですけど、いろんな仕事も調べて、NHK 取材されて、朝早くから夜遅くまで、もっと言えば家に帰ってからもついてきたので、なんか正直めんどくさいなあったんですけど、回を重ねていくうちに、例えば最終的には画面を通して見れるわけじゃないですか。客観的な自分っていうのが見れて、すごい新鮮だったというか、画面の向こうの自分は自分じゃないみたいな、あれは多分一生の思い出に残る貴重な出来事だ。レンドラ出演。最初は一番分だけに出る跳躍だと思ってたのが、結構大きなところで何回か活躍するっていうので、未だに私も今も撮影してきたんですけど、信じられない感じですね。テレビで見てる人がそこにいるみたいなそんな感じが嬉しいっていうのはありますけど、その反面、なんか未だにまだ信じられない出てるそれではカリスマ訓練士内井聡先生の登場だ。わー、ドッグトレーナー、犬の訓練士になるにはどうしたらいいか、私がお答えいたします。動画の内容がためになったと思ったら、いいねボタンとコメントください。ワン、詳しい内容は概要欄に貼ってある。ワン、おまけにチャンネル登録してくれたら嬉しい。ワン、コメント。Thank you.